はい、どうもこんにちは、キューです。今回も引き続き、ブレイド攻略解説攻略、どっちでもいいですけど、はい引き続きやっていこうと思います。前回はワールド4をクリアして、これからワールド5に入っていこうと思います。はい、行きましょうか。お、短い、まあいいとして、ワールド5はですね、これちょっと言葉でどう説明していいのかわからないんですけど、こう紫色のオーラですかね、緑とは違ってまた別のオーラなんですけど、これですね、なんていうか見てもらった方がいいんですけど、影がですね出るんですね。どういう風に説明したらいいですかね。わかりますかね。こう戻し始めたところに向かってまた同じ行動してくれるんですね、これ。よいしょと。で、影も、モンスターに踏まれたりするという。で、紫色のものはこの影が干渉できるんですね。あれ、普通のピースだったらこの影で取りに行っても、取れないんですが、紫色のオーラがついてれば影でも、通ることができると。はいはい、ということでそんな感じでやっていきます。まあなんかちょっとしか押さなかったらちょっとしか動かないんですね。なんか長いことやるとまた同じように動いてくれると。で、この2人というか影の主人公とですね、力を合わせてってわけじゃないですが、そんな感じで進んでいきますっていうレバーなので、これはこっちからこれを押してあげて、ここまで戻してあげます。で、影に行ってもらって、影がレバーを押してもらうと。で、ゲットって感じですね。そろそろ BGM もいい感じになってきましたが、よいしょ。というふうなことができるわけですね。このステージは割とというか、影の操作が慣れるまでは難しかったですね。よいしょ。はい、まあ、この紫色の扉は多分この紫色の鍵でしか開けれないって感じなんで、あんまり気にしなくていいと思います。で、ここに鍵があるんですけど、まあ、登れないので、あれ、今の大丈夫かな。まあ、こういう風に影が、あの紫色のオーラまとってるんで、影が鍵を運べるんですね。で、ちょっと今失敗したので、もう一度やり直すと、向こう岸にですね、こういう風にちょっと飛んでもらって、あれまあ、受け渡しをしてもらうんですね、これ。影に。よいしょ。これでいいかな。で、このギリギリのところに立ってると、鍵がもらえると。そんな感じです。で、ここのピースは、こういうふうにウサギが邪魔してですね、なんともしがたい感じなんですが、このウサギも紫色のオーラをまとってるので、影に反応してくれます。ですので、引っ張って、ここで少し待ってあげる。まあ、そうするとですね、影に引っ張られるんで、こっち側の本体には、何ですか？反応しないと。そんな感じです。で、緑色のピースなので、時間巻き戻しても大丈夫と。はい。あ、ここは、悩みましたね。3枚目のピースの方、この右にあるピースの取り方がかなり悩んだ覚えがあります。よいしょ。ね、まあ紫色のオーラまとってるグンバーなんで、この影のブリッジも渡れると。で、ここ乗ってあげて、まあ、ここはいいんですけど、
もうここですよね。もうここをかなり悩んでました。多分スルーしてワールド6行った気がしますもんね。多分届かないんですよ、これどうやってもね。これは悩んだんですけど、ここに影を置いてあげる。で、主人公に踏ませ、あれれれれ、ここら辺ですね、この3番目の杭のとこにって感じでこれは気づくのがかなりなんか遅れましたね。あとここしか残ってないかなみたいなとこ回ってみたいなねその時に気づきましたが、はい、よいしょ。ここはまあ、鍵がある。あれれれれれれ、ちょっとそこに飛びたい。はい、あ、OKOKOK。 で、ここはですね、こっちから行くとこのレバーが押せなくて、あれれれ、戻りすぎた。よいしょ、ちょっと手際悪いですねで、これで行けばいいと思いきや、まあ帰れないので、レバーも何ですか、緑色も、あ、紫もまとってないので、ということで影にですね、開けに行ってもらいます。ここタイミング合わせるといい感じにね、足場になって帰りは空いてると、そんな感じになっております。で、まあ普通にここはゲットと。うん、時間が戻せるのどうですかね。皆さんは時間が戻せたらどんなことがしたいですかね。っていうちょっとわけのわからない問いかけをしてここも、ここはなんというか解説がややこしいというかですね、まあどんな感じになってるかというと、まあこれは下の台座が動いて、で動かしてもらって、あ、あ、もう一回押しちゃった、そういえばですね、まあこういう風にこの台座は乗れるんですけども、ここがね、ここをどうやって押して戻るんだっていう感じになってくるんですが、でまあどうですかね、この辺からスタートです。で押す、戻る、戻る、でここら辺に立ってですね、で少し待ってあげたらいいですかね、2秒ぐらい、あ、1秒ぐらいで押したら戻ります。で影をですね、影に行ってもらうと。これ結構複雑ですもう僕もなんて説明していいのか分かんないぐらい複雑です。ちょっともう見て見て分かってみたいなそういうとこですね。はい、ここは難しかったです。ここもか、ということで2体目ですね。まあこれでこいつが出てくるのは最後ですが、まあ紫色のオーラまとってるんで、影のシャンデリアにね、当てることができると。あれ、今巻き戻しちゃった今。あらららら、ちょっと、そうですね、ステージ3と違って紫色のオーラをまとって、あ、じゃなくて緑のオーラをまとってないので、時間を戻すとこいつも回復しちゃいますね。でもちろんこれ実体も当てることができるので、実物のシャンデリアも当てることができるので、2回連続、角を落とすこともできます。お、はいって感じでね、行くんですが、ここにピースがあるので、パズルピースがあるんですけど、あそこにレバーがあるんですけどね、ここら辺から始めてもらって、でレバーを押してもらうと。で戻してもらって、
わーやってしまったっていう感じのことにならないように、グンバに気をつけながらですね、はい気をつけながらですね、よいしょ。ほっ、ちょっと今のちょっとカットしよう。いや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 、よいしょ。でここが開くので、よいしょとって感じですかね。で僕ここのステージの攻略方法未だに合ってるか分かんないんですけども、これちょっとだけね影が前に出るんですよね。だからそれを利用してですね、少しずつ行ってまず影に開けてもらいます。あ、壊しちゃった。あ、違うか。こうジャンプして持っていけばいいんだ。こうだ。こうしたら、あ、きっちり入るんだ。間違っ、今気づいた。なんだそりゃって。はい。ということでちょっとグダグダしてますけどね。クリアと。道に迷っちゃった。いやー、こんにちは。こんな短いセリフ噛んだら話にならないですけど。これ戻すと影が話してるという。はい、ということでワールド5の方はこんな感じですかね。であとはいつもと同じようにピースを重ねていって、こうかな、よいしょよいしょ。ちょっと憂鬱な顔をした少年がだんだんと出てきますが、ほっと最後の方がちょっとグダグダでしたね。はいということでワールド5の絵もこのように完成ということでね。はい、そんな感じですかね。ちょっとここのステージは解説が難しかったんですが、どうか攻略に使う方は見た感じで慣れて、お役に立てればなと思います。はい、ということで見てくれてありがとうございます。ではまた。